それがさ、すぐにあっちに滑っていくからさ、困るんだよね。あつつつ。あと、これ熱くなるからさ、止めにくくなるんだよね。ね、長いとね、ここでね、外れてほしいんだよね、本当は。ここでね、90度過ぎてるから外れないんだよね。それがね、ちょっと厄介。外れてほしいな、やっぱり。とね、優しくいきます。よっ。できました。ちょっとモンターナのロゴが今日はっきりあんまり見えないけど完成です。ハンバーグってね、時々ね、中がね焼けてないことあるんだけど、この場合は安心だよね。挟んで焼いてるから。はい、完璧ですね。いただきます。そうそう、片付けるときはこのまま外します。これがね、結構ね便利なんだけど、こいつがやっぱりね、あちこち落ちていくからね、これちょっと要改善ですね。これがね、もうね結構取れないんですよね。こういうちょっと粗いヤスリ状のね、効果があるような硬いスポンジで、こういうのにね洗剤つけてね洗っても、ほら取れないでしょ。まあ、こういう感じですね。これで頑張ってきれいにした方ですね。黒ずんでるのが分かると思うんですけど、これはね基本的にはもう普通に洗剤でこすったんではね取れないんです。バフでやってやろう。ラバー砥石です。こっちでいこう。一瞬だな。綺麗にはなる。これ安いんですけどね、カインズで買ったやつ、すごくいいんです。まあステンレスでもアルミでも、あとまあプラスチックなんかも使えるんで、車のねヘッドライトカバーがね黄ばんできたら、これでね綺麗にしてるんですけどね。確か500円ぐらいだったと思うけどね、めちゃくちゃいいです。このルーターもね、私が知ってるやつの中ではね、一番値段と性能のバランスがいいかな。ダイヤルもね、使いやすいし、無段階式でね、でも持ちやすいし、いろいろあるんですけどね、ハンドルーター。なんかね、これはカインズとかね、ああいうホームセンター売ってないんですよね。あんまり見たことないです。
店によってあると思うんですけどね、あの大手の DCM 系とかではねこれないんですよ。なんで Amazon で買うのが一番かな。概要欄にねリンク貼っとくので、ルーターマスター2というやつおすすめです。4000円ちょっとぐらいで買えると思います。広がってるから、でこのとってもね広がってるので、テーパー状にねこう太くなってるのでね、それがねちょうどいいんですよね。意外とこれね、ちょうどテンションかかってね落ちてこない、こんな感じでね入れちゃうと。でここに収まります。ほら完璧。これ結構ね中でガチャガチャ動くと、このフッ素加工を傷んだら嫌だけどね、このプラの部分はね別に当たってもいいし、これね結構いいと思います。